BCA。 Oh, nice. Gym now. Nice. Yes. 体買って。ドナルさん。やばいね。やばいね。これか？このリールめっちゃいいじゃないですか。あれは今のシーズンのこの白パターンのシーバスに効くの。エサズムそうです。ジギング、はい、真っ赤っかんだろ。大丈夫かな。大丈夫だろ。これどうしよう。年代、年代でも最初その日の企画がやば、危なかったらしいですよ。来ました。フラン、はい、スクラムハーフの練習させてみたいな。無企画だったんですね。マジで。それをみんなで全力で止めます。どうだろう、ハーフやってるんだな。それはなかったっすか。でもあれ、ネッティはずっとスコアのタイムそしたら最後みんなちゃんとトライするような、素晴らしい。コモドドラゴン。ゆっくり優しく。一緒。します。で、この左上上げます。上げる。戻します。戻します。こっちに戻る。戻る。で前まで。出します。戻します。戻します。大きく上げます。上げます。落とします。落とします。で、上に戻す。そうそうそう。オッケー。一旦 BCA 入れます。はい、であとバナナですね。この間食で栄養補給のために食べてます。
疲れ様でした。お疲れ様でした。てかこのプロテインめっちゃ良くないですか。クレインシーがなんか体が調子いいです。でてかクレチン入れるのマジ大丈夫。マジでこのプロテイン最高。ごちそうさまです。ありがとうございます。はい、今ランチ行ってきました。いや食べた食べた食べた。これ3食目ですね。だいたい3時から4時の間に間食を入れてます。今日は、パスタを、食べてますけど、比較的にあれですね、炭水化物系を取るようにしてます。この後夜ご飯食べて、でまた寝る前に、軽く食べるようにしてます。はい、ちょっと高島屋に行ってきます。涼しくなってきましたね最近は。はい、ここは二子玉の高島屋ですね。目当てのものも買えたので帰ります。親バックホーム弾きます。
はい、今夜の11時30分ぐらいです。まあ一日のルーティーンは、大体こんな感じです。明日は7時半に起きて朝ごはん食べて、また9時ぐらいからトレーニングをするっていう感じです。まあ今日もすごくね、充実した濃い一日でした。もう疲れたので寝ます。おやすみなさい。